はい、こんにちは、デカルです。今回はですね、こちら、ライトニングフォークの箱をですね、2丁このような形で入れられるように工作していこうと思います。で、今ですね、こういう感じで並べてまして、こういう配置にする予定なんですけども、実はですね、こっちのスポンジ、蓋側のスポンジの効果で、ただ単に並べて、このように蓋をしてあげると、もう動かないんですよ、中のものが。なので、そんなにですね、しっかりと、この型を作ってやる必要はなくて、要するに、ここに置くっていうある程度の段差があればいいのかなと。あまり複雑なこの形状にしていくっていうのは大変なので、強度的にもちょっと無理があるので、この状態で動かないのであれば、要するにこうもうここにしか収まらないような低い段差でいいと思うので、もともとのスポンジ、付属のスポンジですね、こちらの方を、ちょちょっと切って、貼り付けていって、でその上からですね、綺麗な布を貼って、ちょっとゴージャスな感じにしてみようと思います。はい、それじゃあちょっと早速やっていきますね。はい、こんな感じで貼り付けていって、最後に布を貼るということですね。両面テープでじゃんじゃんつけていこうと思います。はい、というわけで、とりあえずですね、こんな感じでいいかなと。はい、こんな感じですね。今はちょっと見た目まだ悪いんですけども、ここに、この布をですね、貼っていくと。この布を貼ると一気にですね、ゴージャス感が増すわけですね。ちょっとやっていきます。はい、そうしたらですね、布の方をまずですね、大体の大きさに切ります。ちょっとこれ斜めに横、角ですね、斜めにカットしておくといいです。で、綺麗にね、カットする必要はないので、使うのここだけなんで、あと裏側に回っちゃうので、この要する4隅の大きさだけ取ってしまえば OK です。で、あとはこちらの方にですね、両面テープ、主要箇所に両面テープを貼っていきます。はい、こういうとこですね。こういうところに両面テープを貼っていって、布がこう浮き上がらないようにしておくということですね。こういう感じ。で、例えばこういうところ。はい、こういうところですね。で、グリップした、こういうところ。バレル下も、こういう感じで、はい、こういう感じで貼っていきます。
はい、それじゃあ布貼っていきますね。この布の位置を正確に決めて、まずは、はい、こんな感じ。で、こういう感じで、主要箇所をしっかりとね、こういう感じで、しっかりと、つけていく。こういう感じ。こういうところすごい重要なんで、ダブ付きがないと、せっかくの溝にはまってくれないんで、こういう感じでね、しっかりと貼り付けていく。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、あとはひっくり返して、あまり布引っ張らないようにして、これを、ガムテープで貼っていきます。はい、こういう感じですね。これで OK と。あとはこれをですね、ギュッと箱の中に入れていく。はい、これをこのようにギュッとね、はい、こんな感じになって、これで完成となります。どうですかね。はい、いいと思います。はい、でここにこのような形で収まって、浅いんですけど、一度入れちゃうとこんな感じで動かなくなるので、いいのかなと思いますね、これで。はい、でマガジンがここに2個、こういう感じで収まると。で、短い方がこうですね。これも動かないですね。で、箱がここについて、こんな感じ。はい、どうでしょうか。かなりゴージャスな感じになりました。で、あとはですね、ここにライトニングフォークのプレートか何か、前にも作ってるんですけども、そういったものつければかっこいいかなと思います。じゃあ、ちょっと締めてみますね。はい。で、パッチンとやっておけば、もう全然グラグラしないですね。はい。はい、それからですね、持ち運びと、あと、ま、収納のしやすさを考慮して、こちらの方に取っ手をつけておきました。で、ここにつけた理由っていうのは、こっちを下にすると、このヒンジが当たって、ピタッといかないんですね。で、こういう向きでは立てられるんですけども、横幅が長いので、ちょっとなるべくこういう狭い方向で立てたい。要するに、こういう風に置きたいんですね。なので、こちらの方に取っ手をつけてみました。これで持ち運びも楽になります。はい、というわけで今回はですね、2丁になったライトニングフォークを1つのですね、この木箱の中に入れられるような改造をご紹介しました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。